か、火力1位からね、交代してるので、それ見ていこうと思います。まず、シアとね、シアとのヒネツが、チーム HP2 つ、スキブプラス。で、指、樹脂、ウェイ、6個となってますね。はい。ウェイがめちゃめちゃ増えたんか。で、スキルターンも地味に5ターンになってるのね。ってなってますと。はいはいはい。まあでも、シアとは、これも火力高いけど、こいつより火力高いやつがいますね。樹脂、ウェイ6個でしょ。いや、もっといる、もっといる。お前ならもっといける。ウェイが、もうさらに、ウェイプラスついてんの？小学生に。え、じゃあウェイ8個か。樹脂、ウェイ8は火力高いな。まあ、続いてです。はい。樹脂、ウェイ8もなかなか火力高いね。こいつですね、こいつ。こいつが樹脂2つに、ウェイ6個と、ウェイが、小学生にもあるので、ウェイ7個ですね、なってます。で、スキルターンも5ターン短くなって半分になって、光回復、お邪魔毒、爆弾ドロップを水に変えて、で、5ターンの間、水ドロップ落ちやすくなると。で、地味にこれね、神とマシンタイプの全パラが 3.8 倍で、水の2コンボ以上で6倍3コンボ加算でクソ強いですね。で、火力なんだけど、ボルケーノが、7C10 個でしょ？で、7C10 個で1024倍なんだけど、こいつは 10C2 つに 7C7 個だから、5×5×1.7 の7乗で、火力が、1025. いくつみたいな感じで、あのね、ボルケーノ超えてます。まあ、ほとんど変わんないけど、ボルケーノ超えの火力を持ってます、こいつ。まあ、副属性ないから、副属性つけたりしなきゃいけないんだけど、まあ、とりあえず、ボルケーノよりも火力が高いです、覚醒の。さあ、続いては、はい。ウェイン4つ、7C2 つ、テスキブと、なってます。あ、回復エルジじゃん。今、話題の。回復エルジはね、スキブ3ですからね、実質。で、スキブと、無効貫通とウェイと、樹脂があって、スキルターンが一旦短くなったよって感じで、覚醒無効解除持ってるやつね。このシアトは結構使うシアトだね。私が使うシアト。水と回復生成と、水と回復以外から4個生成と覚醒無効解除が5ターンになったと。あ、結構いいね。結構いいかなと思います。まあでも、使わないかな、この覚醒だと。はい。さあ、続いて、エスカマリね。エスカマリは、泥鏡プラスが4つだ。泥鏡8、樹脂3です。で、5ターンのスキルで、キー回復、お邪魔毒、爆弾ドロップを闇に変化。で、5ターンの間、闇ドロップを落ちやすくする。で、マシンと紙タイプ 3.8 倍で、強化ドロップ含めて5個消したら 8倍です。あい、強いですね。で、小学生にも泥鏡とスキブとバインド持ってるって感じですね。はい、続いてエスカマリの別形態。これは、バインド、スキブ、封印、7C、ウェハース、枝豆2つ、紙キラー。で、5ターンスキルで、木、回復、お邪魔毒、爆弾ドロップを闇ドロップに変化。5ターンの間、闇ドロップを落ちやすくすると。で、無効貫通とスキブと、封印、あと、なんだっけ、ウェハースと、あとなんか L 字これ。あ、7C が直角線にありますという感じになってますと。で、あ、まあ、リーダースキルも一応見とくと、マシン、悪魔タイプが、の HP が3倍と、攻撃力が3倍。で、指が1秒、延長1秒。で、闇の2コンボ以上ので、軽減と、攻撃力が8倍となってますと。はい。さあ、続いて、エスカマリ。エスカマリがスキブと指と封印と 7C と、7C3 つと攻撃キラー2つ。火力、あ、覚醒変わってないんだ。で、スキルが木、回復、お邪魔、毒、爆弾を闇に変化して、99ターン回復と闇を落ちやすくするが8ターン。へぇー。で、マシンと紙タイプの攻撃力が8倍。6コンボ以上で攻撃力が3倍。闇2コンボ以上でダメージを 70% 軽減2コンボ加算となってますと。へぇー、なるほどね。さあ、続いて、エスカマリの武器が、スキルが変わりました。スキル何変わったのこれ。スキルが、もしかしてターン数変わっただけ？違うね。ターン数変わってない。木、回復、お邪魔、毒ドロップを闇に変化。99ターンの間、闇ドロップが、闇と回復になったんや。闇ドロップだけじゃなくて、闇と回復ドロップになっただけやな。あとは、覚醒も何も変わってないと。はい。さあ続いて、マステマ変わってるか。パイモンです。パイモンは、はい。覚醒がスキブ、封印、指、枝豆2つ、ウェハース、光ドロキョウ2つ。で、光、プラスドロキョウだ。光ドロキョウ4つ。で、追い打ちと、なってます。で、ドロップ6解除し、光と回復を6個ずつ生成。自分以外の味方を1ターン変数として、全ドロップ強化。光を5個以上消すと、攻撃力が上昇。最大10倍。回復10時で、軽減 70% 軽減の攻撃力が3倍。まあ、デイトラみたいな軽減率、普通に持つようになったね。はい。で、ウェハースとスキブと、バインド持ってますと。なるほどね。まあ、使わない。あ、でもウェハース2個の枝豆2個か。ウェハース2、枝豆には強いね。で、キラー持ってんのか。キラー持ってないわ。あ、持ってないわ。まあ、使わないかな。光属性だったら使ったかもね、副属性が。はい、続いて、パイモン。スキブ、封印、指、封印耐性、樹脂2つ。で、光ドロキョウ4つ。で、回復ドロキョウ2つ。
ってなってます。で、ドロップ6解除し、光回復ドロップ6個ずつ生成。自分以外の味方のターンスキルを1ターンヘイストで全ドロップ強化。で、まあ、リーダースキルはさっきと同じ感じという感じになってますと。で、回復エルチ持ってるやん。実質スキブ5か。実質スキブ5で封印耐性持ってて、樹脂2個だから強いね。スキブで使ったら強いかもしれないね。はい、まあ、スキルがあれだけどね。でも、回復エルジはこれから注目されるべきキャラだから、ちょっとね、一目置いておきたい気はする。はい、続いて、パイモンです。はい、次のパイモンです。覚醒は変わってなくて、スキルターンが、なんだこれは、短くなっただけこれ、スキルターン。スキルターン、違うな。属性吸収、ダブル吸収になったんだ。だけか。はい。あと、樹脂が増えた。って感じね。樹脂 7C50% 以上が3つと十字持って、で、11ターンで3ターンダブル吸収と6解除、十字型に光る闇を1個ずつ訂正と。まあ、でも 50% 以下はさ、50% 以上だから使えないよね。50% 以下だったらね、使えるけど、50% 以上だと、高難易度だと、だいたい 50% 切っちゃってるから、攻撃受けて、先生とか。まあ、一発受けたりとかしたら、まあ、きついから、まあ、火力出しづらいね。ちょっと、3ターンダブル吸収は強いけどね。さあ、続いて、ダンタリオン。ダンタリオン強そう。ダンタリオンスキブ4、封印、指、ヒドロキョウ6個。ね、枝豆とウイハース。で、7ターン6解除、ヒト回復を6個ずつ生成。自分以外の味方のスキルターンを1ターンヘイスト。全ドロップ強化です。で、火5個以上繋げて消すと攻撃力上昇最大10倍。回復2コンボ以上でダメージ 70% 軽減、攻撃力が3倍となってますと。で、ウェハース、スキブ、バインド持ってます。へぇー。あ、強そうって言ったけど、そんな強くなかったわ。うん。さあ、続いて、ダンタリオン、もう1個。スキブ、封印、指、封印、毒耐性、十字十字、ヒドロ強3つ、6個。で、6解除、さっきの同じスキル。で、火と火か闇の5号十字消し1個につき 3.5 倍1コンボ加算。回復2コンボ2でダメージ 70% 軽減。攻撃力が3倍。うん。十字リーダーかな。十字リーダーやたらいっぱい出たね。はい、出たってか。強化されただけか。あ、で、あ、回復エルジ持ってんだ。てか、このシリーズは全員回復エルジ持ってるんだね。なるほどね。で、実質スキブ5になると。あー、実質スキブ5の毒耐性と樹脂2個持ちって感じか。なるほどね。なんか、なるほどね。こういうシリーズは、スキブ後の樹脂2個の封印耐性、毒耐性とか耐性持ってるよって覚えておくといいかもしれないね。はい。さあ、続いてダンタリオン、火、闇の方ですね。スキブ4、封印、指、無効貫通、魂3つ。これ変わってないね。で、スキルターンが、スキルターン変わったのかな？いや、違うな。これ何が変わったんや。何変わったの？2コンボ加算。あ、回復力もエンハンスかけられなかったんだ。6解除、火、回復、3個ずつ生成。3ターンの間2コンボ加算、回復と指を2倍と。で、火属性の HP が 1.7 倍、7コンボ以上でダメージを半減。で、非回復の同時攻撃で攻撃を25倍、攻撃が25倍、1コンボ加算となっていましたと。はい。さあ、続いて、さあ、武器が、たこ焼き封印お邪魔さんの武器ね。使ったことないな、この武器。で、さっきのスキルか。6解除、火回復、3個ずつ生成、3ターンの間、2コンボ加算、回復と指を2倍と。さあ、続いて、リーチェ。あ、リーチェ来た、リーチェ。リーチェ楽しみにしてたよ。あれ？ちょっと待って。あれ？リーチェ、お前、まさか、お前。リーチェってさ、お前さ、ここ、スキブ、スキルチャージプラスになってなかった？あれ？あれ？スキルチャージプラスは？あれ？で、スキブ4で、封印耐性で、五色強化と、ウェイプラスが2つ、ウェイ4つ。で、5ターンダブル吸収となってますと。で、6解除、6食事。私の気のせいかな？で、聴覚性も特に変わってないと。まあ、五色強化2つの、スキブ4の、スキルチャージ2個の、ウェイ4つキャラか。まあ、火力は出るけど、あれスキルチャージ、お前3個じゃなかったっけ？あれ？続いて、あ、こっちか！こっちか！こっちでした。はい。スキブ、スキルチャージ3つ、スキブ4、スキブ2、封印耐性、指、なんで、五色強化、7C2 つと、7C 持ってますと。あ、じゃ、7C、五色強化を聴覚点でも持ってて、で、ダブル5ターン吸収、ダブル吸収5ターンと、6解除6色陣になってますと。こっちかな使うんだったら、多分。5色で 4.5 倍、4.5 倍、2倍、2倍だから、9倍で81倍か。81倍の火力出るんだったら、まあまあやな。まあまあ頑張ってるって感じか。で、武器。ステータス変わっただけか。なんだ。って感じになってますと。ってことでね、まあ参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。個人的にはね、やっぱシアトが大注目ですね。はい。あのね、ボルケーノの火力超えたからね。こいつね。はい。
ってことで、じゃあねー、バイバーイ。バイバイ。